よし。レイブンテイルは失格。これでライバルは一つ減ったことになるな。私たちは今日勝利してポイント獲得。ようやく上が見えてきたわね。問題はセーバートゥースですね。うん、奴らを倒さないと優勝はない。逆に言えば奴らを倒せば優勝だろ。燃えてきた。そう単純でもないけどね。あれ、エルザどうしたの？いや、なんでもない。ジジイ、ルーメンイストワールってなんだ？イワンから聞いたのか？欲しがってるようだったな。まったくあのガキは。エアリーテイルの闇とか言ってやがったぞ。闇ではありません。初代ルーメンイストワール、これは我がギルドの光なのです。初代いけませんぞ。わかっています。これはギルドのマスターとなった者しか知る権限がないもの。ラクサス、わかっていただけますか？変なもんじゃねえなら別に詮索しねえよ。ありがとうございます。しかしイワンの奴はどこでその情報を掴んだのか？プレヒトでしょうね。まさかプレヒトが闇に落ちるとは。私の浅はかな人選の結果が情報の漏洩を生んだ。いいえ、初代のせいではありませんぞ。私のせいです。私が。泣いてなんかないです。泣いて泣く。初代が。ラクサス、あやせ、これ。ハードル高すぎんぞそれ。通常の競技は今日までね。明日の休みを挟んでの最終戦はルールが違うみたい。最終戦か。どんなことやるんだろう。演目上は大魔党演舞と書いてあるわね。最後といや、全員参加のバトルロイヤルか。ルールなんて関係ねえ。全部勝つ。ドゥースの宿で騒ぎがあったと伺いました。ああ、あれか。心配すんな。お前の仇は取ってやる。私のことなんて気になさらないでください。試合に負けたのが悪いんですから。いいのよ、私たちが勝手にやってるんだから。仲間を捨てるギルドなんて許せない。そういうことだ。それじゃあ私たちは行くね。君は優秀な精霊魔導士なのだな。いえ、そんな私は。失礼ですが、どなたでしょうか。君の力を必要としているものだ。
今日の競技パートは何かな。魔力測定？なんだろう。単純に力比べだろうな。どのギルドが一番強力な攻撃を出せるか。それなら夏に任せた方がいいのかな。そうとも言えないようだぞ。仲間と連携することで高得点が得られる仕組みらしい。ふん、誰が出るか慎重に決めた方が良さそうね。俺に任せろ。俺が行く。俺に任せろ。本日は簡単なゲームを用意しました。魔力測定器 MPF。 この装置を攻撃することで魔力が数値として表示されます。一定時間内に与えられた魔力の合計で競います。フェアリテールの皆さん頑張ってください。カポ。バトルパートの相手はと。ちょうどよい。皆集まっておったか。じっちゃん、どうしたんだ、そんな顔して。これが騎士と出るか京と出るか、たった今 AB 両チームの投稿命令が運営側から言い渡された。レイブンテールの失格により参加チームが奇数になるのは困るとのことじゃ。なので両チームを一つにして新規5人でチームを編成しろとな。点数はどうなるの？低い方に準ずるらしい。ひどいねそれ。しかし運営側の判断なら仕方ないか。でも考え方によっては最強チームを作れるわ。関係ねえ、全部倒す、そんで優勝。燃えてきた。ちょっと、まあ夏らしいか。
よし。すごいです。やってやる。バトルパートはタッグバトルみたいね。フェアリーテール合同チームの初の相手はセイバートゥース。フェアリーテールはナツとガジル、セイバートゥースはスティングとローグ。どっちもドラゴンスレイヤーじゃない。ギヒ、上も分かってるじゃねえか。黒いのは俺がやる。なら俺が白いのだな。これまでの借りは全部返してやる。打倒セイバートゥース、燃えてきた。夢のドラゴンスレイヤー対決ついに実現。まもなく試合開始です。ガジル、ガツンとかましてこい。俺たちの分までな。応援してます。ナツたちにきっと勝てるよ。思いっきりやるがよい。あとは何も言うまい。この時をずっと待ってたんだよ、ナツさん。試合行くぜ。の方向は英雄の斬撃キック。やばいぞ、一気に行け。今は耐えるんだ。白龍の方向、エリュの方向、カリュの方向、鉄龍槽鬼神。やばいぞ、一気に行け。カリューの絶景。やっけど、やっぱ強えな。こうじゃなきゃ。お前らその程度の力で本当にドラゴンを倒したのか。
倒したんじゃない、殺したのさ、この手で。自分の親じゃなかったのか。あんたには関係ねえことだ。今からその竜殺しの力を見せてやるよ、ホワイトドライブ、シャドウドライブ。行くぜ。ホワイトドライブ、シャドウドライブ。聖なる白き裁きを。おい、フライナー。海王の王がその姿を見せず、確実に言うものを変える。これを使え。あまり調子に乗んなよ、小僧ども。交流拳、白龍の鉄拳、白龍の矛、ガリューのゴー、
簡単に越えれる壁じゃねえことは分かってた。スティング君、分かってるよレクター、約束だもんな。負けられねえんだよ、レクターのために。なんだこの魔力は。第三世代の真の力におののく。ありえん、自らの意志で発動できるのか。ドラゴンフォース、この感じ強えぞ。まだまだこれからだぜ。時代は移りゆく、旧世代の時代は終わったんだ。片付けてやる。終わりにする。この力でバイスロギアを殺したんだ。そうか、だったら俺はこの力で笑われた仲間のために戦う。行くぜよ、おら。ああ、へっ、スティング、おう、精鋭流線が。勝負が激しい。これを使う。まだまだ来いよ。
夏ドラクニル、そこが知れない。また戦おうな。強すぎるよ夏さん。乾杯だ。俺はどれだけ思い上がっていたんだろう。勝者フェアリーテイル、ソーリュー敗れたり。できた。俺まで吹っ飛ばしやがって。サラマンダ絶対ぶっ殺す。つうかここどこなんだ。なんだこりゃ。ドラゴンの墓場。さて次は、その調子です。止まれ。俺も正体を明かす。お前も正体を明かせ。そんな。その話本当なの？そんなこと信じられるわけ。俺たちは大きな勘違いをしていたのと同時に、抗えない運命の中に閉じ込められていた。世界を変える扉、エクリプス、そして竜王祭。よし。おう。おい、サラマンダ、ちょっと来い。お前、どこ行ってたんだよ。試合後急にいなくなってさ。それはお前が。それはいい。見せたいものがある。ついて来い。これは…ドラゴンの骨。ドラゴンの墓場。どうなってんだこりゃ。こんなに大勢のドラゴンが。ここで何かあったのかしら。ミルキーウェイ、魂となったドラゴンの声を聞く魔法。ここに眠るドラゴンの声が聞こえれば、ここで何があったかわかるかもしれません。
していなくなった私たちのドラゴンのことも。そんな魔法がすげえぞウェンディ。迷えるドラゴンの魂よ、そなたの声を私が受け止めよう。ミルキーウェイ。我が名はジルコニス、翡翠の竜とも呼ばれておった。わしの魂を呼び起こすとはグランディーネの術じゃな。ここで何があったの？こんなにもたくさんドラゴンの亡骸があって。あれは400年以上昔のことだ。かつて竜族はこの世界の王であった。自由に空を舞い、大地を駆け、海を渡り繁栄していった。この世のもの全ては竜族のものであった。人間などは我々の食物に過ぎなかったのだよ。だがその竜族の支配に異論を唱える愚かなドラゴンがあった。人間と共存できる世界を作りたいと抜かしおったんじゃ。それに賛同するドラゴンと反対するドラゴンとの間で戦争が始まった。わしは反対派として戦った。反対派ってことは、わしは人間は好きではない。食物としてなら好物であるがな。食い物と会話してんのかおめえ。ほら、そういうのムカつくな。それでその戦争はどうだったの？興奮、戦況は拮抗しておった。ドラゴンとドラゴンの戦いはいくつもの大地を裂くものだった。やがて共存派のドラゴンどもは愚かな戦略を打ち立てた。人間にドラゴンを滅する魔法を与え、戦争に参加させたのだ。滅竜魔法？ドラゴンスレイヤーの原点ってこと？ドラゴンスレイヤーたちの力は絶大であった。人間との共存を選んだドラゴンたちの勝利は目前と迫っていた。しかしここで一つの誤算が生じる。力をつけすぎたドラゴンスレイヤーたちは人間との共存を望むドラゴンたちさえも殺していった。そしてその人間の中の一人にドラゴンの血を浴びすぎた男がおった。その名を口にするのも恐ろしい。男は数多のドラゴンを滅ぼし、その血を浴び続けた。やがて男の皮膚は鱗に変わり、歯は牙に変わり、その姿はドラゴンそのものへと変化していった。人間がドラゴンになったの？それが滅竜魔法の先にあるものだ。ここに眠るドラゴンたちはその男により滅ぼされた。男は人間でありながら竜の王となった。竜の王が誕生した戦争、それが竜王祭。王の名はアクノロギア。ドラゴンでありドラゴンならざる暗黒の翼。あれがもともとは人間だった？バカな、奴によりほとんどのドラゴンは滅んでいった。それが今から400年前の話だ。わしは貴様らに。おい、まだ聞いてねえことあんだろ。ダメです、この場から思念が完全に消えました。東洋の言葉で言う成仏というものでしょうか。
なんだか偉い話になってきたな。スケール大きすぎよ。滅竜魔法使いすぎると本物のドラゴンになっちまうのか。それは困る。どうしよう。それはありえんよ。誰？話は聞かせてもらった。やはり我々の研究と史実は一致していた。君たちはゼレフ署の悪魔を知っているかね。悪のロギアはそれに近い。一人のドラゴンスレイヤーをゼレフが悪のロギアにしたと推測される。ゼレフが？つまり全ての元凶であるゼレフを撃つことが悪のロギア攻略の第一歩となるのだ。ゼレフを倒す。私はフィオーレ王国軍クロッカス駐屯部隊桜花聖騎士団団長アルカディオス。極秘に進めていたある作戦に精霊魔導士の力が必要だった。精霊魔導士？ちょっと待て、何の話かわからねえ。ややこしい話はパスだ。要件を言え。夏ドラグニル君だね。先ほどの戦い素晴らしい魔刀であった。んなことはどうでもいいんだよ。こっちは精霊魔導士が必要とかどうとかってのに引っかかってんだ。言いたいことがあるならはっきり言いやがれ。ついてきたまえ。おいてめえ。ルーシー様、私からもお願いします。え？この作戦が成功すればゼレフ、そしてアクノロギアを倒せます。旧メルクリアスですね。陛下のおられる城だ。まずはじめに数日前ルーシー殿を狙い誤ってさらおうとしたことを謝罪しておきたい。あれ、あんたの仕業だったの？もちろん危害を加えるつもりはなかったが、いささか強引な策に走ってしまった。あの時は早急に精霊魔導士が必要だと思い込み判断を誤った。申し訳ない。大魔党演武は魔導士たちの魔力を大量に摂取するためのカモフラージュだった。毎年魔導士たちから魔力を奪っていたのかよ。汚ねえな。何と言ってもらっても構わんよ。全てはある計画のためにやったこと。世界を変える扉、エクリプス。これの建造のため大量の魔力が必要だった。扉？なんだこりゃ。太陽と月が交差するとき12の鍵を用いてその扉を開け。扉を開けば時の中400年の時を渡り不死となる前のゼレフを撃つ。それこそがエクリプス計画。時を渡る？太陽と月が交差するとき、すなわち3日後の7月7日、君の力を貸してほしい、ルーシー殿。7月7日。私たちのドラゴンが消えた日。そこまでだ！王国兵？国防大臣殿、これは何の真似ですか？部外者ではない。知っているでしょう。この作戦において重要な役割を持つ者たちです。あなたは単にこの計画に反対なだけでしょ。今すぐこんなふざけた真似はやめていただきたい。
私まで。てめえら、ルーシーを巻き込むんじゃ。よせ、ここで魔法を使ってはならん。うわっ。ルーシーが王国兵に捕まった。よくわからん計画の関係者にされちまったのか。んなことはどうでもいいんだよ。俺は今すぐ助けに行くぞ。落ち着いてください、ナツさん。相手は王国なんだよ。王国相手ゆえに迂闊なことはできんが、向こうもまた国民を存在に扱うこともできんじゃろう。だあ、ごちゃごちゃ言ってねえで助けに行くぞ。落ち着け。家族取られちゃ祭りどころじゃねえわい。みんな同じ気持ちじゃ。いつもみてえに後先考えんで突っ込んでも、今回ばかりは相手が悪い。が、うん、黙ってられるほど腰抜けじゃねえぞ。フェアリーテイルは。まさかこんなことになってしまうなんて。私は本当に不幸を呼ぶ。何言ってんの。落ち込む暇があったら脱出方法を考えよう。ルーシー様、本当にすみません。あんたのせいじゃないって。私もあんたも王国の内毛場に巻き込まれた。それだけ。エクリプス計画ってのを実行すべきかどうかって話でしょ。はっきり言ってどっちが正しいか私には分からないよ。実行するべきですよ。私には姉がいたんです。ソラノという名前でした。私は何をやってもドジばっかりして、いつも両親に怒られてました。でも姉はそんな私をいつでもかばってくれた。優しくて綺麗で、私は姉が大好きだった。だけどある日、ゼレフを猛進する集団に両親は殺され、姉は連れて行かれてしまいました。私は命からがら逃げ出すことしかできませんでした。その後の姉の生死は不明です。エクリプスを使えばゼレフを倒せます。この世界にゼレフがいなければ、姉は連れて行かれなかったかもしれないか。でも世界が自分の思い通りにだけ変わるとは限らない。それが大臣の言ってた歴史を変える危険性、過去を変える。本当にそんなことできるのかしら。後で聞いた話だけど、ナツとガジルに負けたセイバートゥースの二人はマスターにだいぶ叱られたらしい。雪乃のように紋章を消せと言われたんだけど、スティングの相棒レクターがかばったんだ。でもマスターの怒りは収まらず、その矛先はレクターに。レクターを消されてスティングは激怒。ついにマスタージエンマに歯向かってしまった。でもマスターのやり方が気に食わなかったのはミネルヴァも同じで、密かにレクターをかくまっていた。けれどミネルヴァは優しいだけじゃなかった。優勝しなければレクターは返さない。スティングにそう告げたんだ。